しいで、どう、ああ、あ、嬉しそう、あ、めっちゃ笑顔、嬉しそう尊い。この番組はキャラのスポンサーのセクションだ。おっしゃー、おっしゃー朝ですよ。負けないように、リコさんに、自由感を、ね。そうだよね。そうだよね。まあ、仲いいですから。仲いいですから。この前。何すか、この天気。台風だね。めっちゃ台風。ありがとう。台風の中来ました。ありがとうございます。そう、なんかもう、鬼雨降ってて。やばいね。やるっつって。延期してもいいよっつって。そうだよ。大丈夫だよ。いや、どうせ出てくる予定あったんで。ね。そうだね。髪を切りにね。その前に来ました。来てくれました。ありがとうございます。いや、カメラに引くでしょ。ドラマーなんですよ。ドラマーなんですよ、皆さん。この人。そう、まあ、響くんが来てくれたということは、はい。今日もちょっと一緒に本人リアクションやっていきたいと思います。やったー！高めにね。高めに。思いっきり高めに今日はお送りしましょう。台風だし。行きましょう。気圧は低いけど。俺たち声は高めに。高めに行くぞと。高めに行きましょう。いうところでお送りしますけれども。てか、この間の、もうコラボさせてもらって、はいはい、2人のやつ合わせて10万くらいいったよね。さすが。さすがっす。さすが。いやいや、ありがとうございます。ご好評をいただいたので。いただいたので。3弾。まあ、第3弾ですかね。アモンチャンネル。ぐらいの感じですけれども。マテーロの公式に、はい。まあ、新作というか、はいはいはい。まあ、ライブ映像がいくつか今上がってますよね。はい、出しましたね。出しましたね。出しちゃいましたね。それのうちの1個。はい。これ、国家だと僕思ってるんですけど。国家国家だと思ってるんですけど。いや、わかるわかる。合祭と劇場の。グロリア。まあ、国家だね。国家です。国家だね。これ、日本の国家だと思っていて。怒られそう。いいね。いろんなね。いろんなところ。確かに確かに。そう。まあ、っていうですね、ライブ映像を見ていきたいんですけど、はい。の前にちょっとなんか、摩天楼周りとか響き周りの情報を、はい。ちょっと一旦皆さんにお伝えしたいなと思ってて。はいはいはい。なんか、摩天楼は、ミニアルバムが、はい、12月に出ます。お、そうですか。12月にミニアルバムが出る。出ます。おー、なんていうタイトル？タイトル決まってる？イービル。あ、イービル。イーブルですか？イーブル、イービル。イーブル。悪魔的なことですか？なこと。なるほどね。じゃあなんか、闇な曲が多いの？まあ、激しめだね。おー。激しめ。なんかここ最近ではちょっと珍しいんじゃないですか？まあ、メタル的にも激しいけど。激しいけどね。なんだろう、これライブ映えするようなのが多いかな。あ、そういう意味で、エビルなんだ。そう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 。このね、まあ、天皇の俺の好きなところはなんかさ、いろんな面を見せてくれますよね。ああ、確かに。いろんな、多いね。多いよね。毎アルバムこう、もう季節が移り変わるようにさ、確かに確かに。いろんな面を見せてくれる。タイプが全然違うね。違うし、うん、で、そこに所属してる響くんも今いろんなことやってますよね。やってますね。うまいね、話の持ってき方が、ね。もう、これで生きてますから。はい、どう今何やってんですか？なんだろうね、まあ、いっぱいあるけど。Like an Angel。そうね。あとは、まあ、葉月さんソロ。そう、午後の共通の先輩。そうですね。先輩。まあ、あとは、アンベルレーズ。アンベルレーズね。とか。デラメタルバンド。あ、デラメタルバンド。そう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 。アンベルレーズね。アンベルレーズ。そうですよ。他にも多分いろいろやってるんで。あります。個人の活動もぜひチェック。はい。というところで。はい。じゃあちょっと本編移っていきましょうか。はい。楽しみだぜ。これね、壮大だね。8分半あるよ。長い。てか、原曲はこのないのね。6分半とかだね。そう。でも結構後半アレンジが入ってくる。あれじゃあります。そこで長さが。でもここ着目ポイントだよな。まあそうだね。そこがないとやっぱこの曲のね。めっちゃいいぜ、このライブ映像。これ結構ベストテイクだね。いや、今までの。そうかもしれん。そうかもしれん。よく映像に残してくださいましたっていう。はい。いただきやす。じゃあ、スティック投げ。まず、まず投げて。そこね。ここ。まず投げて。着目ポイントですね。1。響きさん。1ね。1個目ね。カウントせなかもね。随所で投げてます。1曲目だから。そうなんですよ。1曲目の1カット目使われてました。そういうことですね。投げた。1投げ目。1投げ目ね。これ、この1曲目ってのもこれ、後で非常にポイントですね。あ、そうね。出てきますね、これね。そして、平川さんの。カットが入る。ドヤ顔で弾いて。ドヤ顔。つって。馴染んでますよ。ああ、おい、もう金髪のそのさんがね、もういいもん、いやいいね、もういいもん、声がでかいね、声がでかいということは響さん、これどういうライブなんですかこれ？これね、はい、はい、コロナ前にやっぱ最後、はい、2月だったかな、2月、コロナ前の最後の、はい、そこで声出しが終わっちゃったのよ。
2020年の2月かな。20年かな。そうだ、ね、20年かな、うん、3年前。だから3年ちょいぶりやばすぎの声出し。やば。1曲目。やば。まあ、喝采。これはやばい。熱すぎる。これはもう、ボルテージがマックス。ベストな喝采ですよ。間違いないですね。そりゃ声でかくなりますよね。そうね。そこもちょっと着目なんですよ。はい、いいよ、日高さん。新加入した日高さん。あ、来ましたね。いやー、いい。メロですね。メロがいいんだよね。いいのよ。うん。なんかちょっと、息迫るもんがある。あるね。こう、なんだろう、迫ってくるよね。なんだろうね、なんか結構シリアスな、すごいわかる感じ。すごいわかる。緊張感あるよね。あ、そう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 。低空飛行すぎず、こうなんか別になんかこうふわふわしてるわけでもなく、シリアスなところ。シリアスな感じするよね。すごいわかる。そこ好きなんだよね。メロがね、なんかそういうラインなんだろうね。そう、A メロから。そうなんだろうね。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。一回繰り返すよ。いい番組。綺麗だね。炸裂してますね、その3のビブラート。すごいよ。いや、まだ来るっしょ、これ。まだ来るんだけど。まだ息潜めてんだけど。潜めてるけどね。俺もちょっと我慢してたんだけど。A メロで来る。これさ、さっきもさ、ちょっと響とさ、うん、こう動画回す前にちょっと話してたんですけど、その3って、これわかんないですけど、いろいろ意見あると思うんですけど、うん、昔からそんなに声とかがあんまりいい意味で変わってないっていうか。いや、そう。てか前のね、映像とちらっとさっき聞き比べたけど、うんうんうん、そんなには変わってない。そう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 。だから、保ってるっていうか、そう。声質というか。まあ基本さ、やっぱそのさ、こうなってっちゃう人もいる。まあ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 、そう思う。そう多いんじゃない?だよね、うん。ずっと活動してるとね、うん、だりなんか崩れたりさ、病気したりさ、そうね、あると思うんですけど、この感じをずっと保ってらっしゃるじゃないですか。ちょっと太くなっ太くなってるんだよ。いい意味で。そうなのよ。だし、ちょっとさっきも響き言ってくれたけど、ビブラートの感じとかももう変わってるよね。変わってるし、うん、アップデートを重ねてるっていう。確かに。それすげえなって思いますよね。確かに、確かに。マジです。すごいと思う。そうね。そうそうそう。それはなんか聞いてて思いましたね。うんうん。うん、余裕そうだな。髪赤いんだよ。赤いんだよな。ああ、ちょっと気になったポイントいいですか。その3テクニック。ちょっともう一回ここ流していい。はいはいはい。多分。はいはい。この辺2つそうなんですけど、守るべき命たち。まず、守るべきの、まの部分なんですけど、まず、まってまず言ってないんですよ。おふわ、ふわ、ふわ。しゃぐりっていうの?何て言うんだろうな、その、一回、裏声からこう入って、ま、まじゃないと思うのよ。多分ね、ちょっと待ってね。もう一回聞こう。ふわ、ふわ、ふって入ってるね。そう。まじゃなくて、わだし、これ。ふわ、もうべき。なるほど。じゃない?命だーじゃない。これその3っぽいな、ここめちゃくちゃ。あ、でも確かにその感じ。だよね。聞くかもしれない。だよね。あうん。あー。なんべーき。あ確かに。これ今ちょっとついでにやってて思ったのは、これめっちゃ細かいよ。めっちゃ細かいんだけど、ここばっかで申し訳ないんですけど。この、ま、守るべきの、ちょっとトーン違って、なんもーべーきなんだよね。おぉ、なるほど。なんもーべーきなんだよ。はい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 。モルちょっと明るいんだよね。はいはいはい、はい。べきちょっと暗いんだよね。むずこんな感じ、ちょっとね、こう、位置をやっぱ変えるですよね。変えんだ。明るい。なんもーべーきみたいな。あー。明るい感じのモルと、べきみたいな感じで、はいはい。音程だけの問題じゃなくて。そうなのね。あー。ちょっとこれはよく聞かんとわからない。高等テクニック。高等テクニックです。本当に。とかをやってるよね。ここちょっとその3、散りばめられてるかもしれない要素が。いろんな要素、ね。そう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 。そして、来ました来ました。シャクタネ。優しいね。もう最高だよ。
サーを。そうなんですよ。サー。そうなんですよ。寂しさ。そうだ。うまいな。さすがやな。ずっと聞いてるから。ずっと聞いてるから。ずっと聞いてるから習得してしちゃう。そうだよね。勝手にできるんだから。勝手にできるんだって。ここもそう、さっきのと一緒かもしれない。そのトーン下げてるから。はいはいはい。母音がちょっとおに近いんだと思う。あーじゃなくてね。あーじゃないんだと思う。なるほど。寂しさーじゃなくて、寂しさー。ああ、そうだね。そうだよね。そう、聞き覚えがある。これそう。その感じね。そうだよね。あ、ここもちょっといいですか。ここもちょっと今気になった。はいはいはい、ここのね、ゲの言い方なんだけども。ゲ。広げじゃなくて、うん、広げるのなんだよね。点々ついてないのよ、このゲは。あー、なるほど。広げあー、ゲじゃない。ゲじゃないのよ。点々つけちゃうと強くなっちゃうから。あー、そうだね。そうなんですよ。そうなんですよ、さすがやね。音だと何なの？ね。そう。ね。ねだね。何語源を。むずすぎない。要は、そのさんってうまくこの鼻腔の鳴り、うん、鼻の鳴りを結構よくやっぱ使うし、はいはいはい、ここのパートとか、やっぱそう、ふわっとさせたいから、そういうニュアンス結構多いと思うんですけど、ここの前の下りから、それは結構出てて、色としては。ああ、さっきのね。そうそうそう、はい、とかもあるし、ああちょっと柔らかい感じになるんだ。マジでそう。子音をここは結構全部ぼやかして処理してますよね。サビに向けて。すげえな。すげえっす。抑えてますここは。なんか無意識でやってんじゃないよ。じゃあ絶対そうです。いい意味ですよ。まあプロが職人だからね。絶対自然とそういうニュアンスが出てくるんだ。いやタートンだと思う。ここはもう優しくいこうってなってるんだと思うね。なるほどね。だってここ子音強いもんね。子。そうそうそう、とかも全部この辺は。あ、ここで比べるね。さ、さ、さ、しさ、しさ。確かに。サビ。サビに向かってね。そう。はーい。これですよ。ここね。やばい、嬉しそう。しびれたね、しびれた。これしびれますよ。いい響きも、いい響きも歌ってるもんね。楽しそうね。ここ最高だった。絶対いいね。素晴らしい。あー、シャウトして。いや、だってシャウトうまいんですよね。やるよね。やるし、うまい。あー、いいっすね。サビがね、キャッチーなんですよ。まあ、確かに。まあ、合唱できるぐらいですから。合唱できる。2番と。来ましたね。迫るね、やっぱ。2番の方がよりなんか迫ってくる感も。なんだろうね。間違いない。なんだよね。食われそうだもんね。その3にね。この感じよ。ハーフになるのがね。そうなの。めちゃめちゃいい。あ、お、出た。もういた。ここの感情やばいな。私たち乗ってるここ。こことかね。はーてーね。ねえ。私たちはた、やばいね。やばいよね。乗ってたね。乗ってるよね。ぐわっこう来たよね。来てるよね。わかる。すごいわかる。わかるね。ぐわって来てるよ。来てた、ね。入ってますね。これなんだ。ちょっとの歪んだね。いや、歪んだね。いいね。いいね。泣きだね、ここのパートはね。サビにね、サビ歌ってないよね。そう、もはや。もはや。みんなと歌ってるから。そう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 。いや、いいですね。で、ハム。これは大サビなの、みんなの。ね、なんかね。さっきのサビだもんね。サビ2みたいな。サビ2だね。サビ B みたいな。そうだね。ね、これやばいね。ここやばいね。うわあ、そう、
してソロ、来た、そしてソロ、馴染んでる、めちゃめちゃビジュアル系、いや本当にビジュアル系すぎんだよ本当にそう、どうなってんの、いやマジで馴染みすぎです。ヨンさんの姿もいいんだよな、かっけーだよね、そうなの、本当にかっこいいなの、あ、いいね、演奏力もね、めちゃくちゃやっぱりトップクラスですからね、ありがとうございます、いや、本当にここから合唱来るよ、ここね、ちょっとしびれたんだよ、ね、これしびれるよね、あのね、若干涙系だった、いや、だよね、そう、そらそうだよ、ここやばいんだよ、これいいね、うわうわ投げた、2回目、ここで2回目、あんまねえな、じゃあ確かにこの曲はあんまないね、このね、このサビね、どうか最高だ、すごい嬉しそうなもんな、父さんが、ちょっと3年ぶりやだからね、いやそうだよ、ためて曲もね、1回配信ライブでやったけど、はい、全然やってなかったの、そもそも、あ、そうなんだ、配信ライブで1回だけ確かやったんだけど、あ、それぐらいなんだ、演奏すらしてなかったから、あ、もうじゃあもうこれ自体を、そうもうとっておきにしてたんだね、そう、合唱できないとかじゃなくて、これ曲自体やってなかった、うん、なるほどね、コロナ禍のでのスケール感でやる曲じゃないのかもしれないな、まあ成立しないからね、多分そうなんだよね、そう、最後のところ、ね、そういうことなんだろうね、そうちょっとある種ちょっと虚しくなっちゃうのかもしれない、まあそうね、ある種、ね、最後のところはやっぱカットしないといけないから、はあ、そうするとね、またちょっと違う曲に、そうだよな、なるね、そこを含めてあの喝采ですから、そう響きもこの辺は動いてたね、心が動いて、さっきのところだね、やっぱね、そうだよな、 あそこなんか泣きそうになったけどね、だよね、まあふっと抑えて、いやそうだね、1曲目だから、1曲目ですから、まだね、見えないってなっちゃうからね、そんなん困るから、そうだよね、いいっすね、響き、響きがやばい、そう響きがやばい、めちゃくちゃ抜けてた、抜けてるよね、こっちなんだよ、あーそっか、ダンチノーグロリア、そうだね、だと思う、だともう B だと思う、確かに多分、AAMN もちょっと N じゃないの、 N じゃない、 N に近いの、 AFOME 多分そうだよ、AFOME ちょっと鼻に抜ける、うん、そうだねみたいな感じよね。 N にしたら硬くなるからだろうね、あ、柔らかさを出す、その際柔らかいもんな、基本、確かにそうだよね、それはそう、いや、なんかその角がない感じ、ああ、そうかも、そう、角はなくて外側はすごいふわふわしてんだけど芯はめちゃくちゃある感じっていうかな、あー、すごいわかる、わかるっしょ、わかる、すごいそういう感じだと思う、角ごと角張らせる人もいるし、別にそれもいいし、こう出す、うんうん、チャキチャキみたいな感じ、はいはいはい、っていうよりは外側ふわふわで、ああ、そのイメージはそうだよね、確かにそういう感じしますね、うん、からのこれなー D4 ですよ、でしかもなんかこの短い間にもドロロロってビートがあったこの一単語でそうちょっと覚えるね、嬉しそう、あ、めっちゃ笑顔、嬉しそう尊いいいっすね、声でかいね、でかいね、こんな聞こえないもんな、そうだね、これはすごいよ、そのさ、山に撮ったもんね、こうやってもう一回、そらそうだ、いやー、いいね、やばいわ、これは耳に残ったもんね、響くもんね、ね、うまいよね、うまい歌ね、しかも基本リズムぶれやすいじゃん、確かにちゃんと取れてる、そうね、すごいっす、
来た見どころ間違いない。これマイクどうやってんの。本当ですよ。なんで入ってんだ。本当にそう。うわあ、素晴らしい。ここよ、ここ、まずここよ。顎が見えるね、このね、マイクがないからさ。あ、はいはい、確かにこうなってないからね。補助がね、かかるんですよ。ここを動かすとやっぱかかりやすい。かかりやすい人もいますね。かかりやすい、まあ、よく見る動きだよね。よく見るよね、確かによく見るよね。ここ結構わかりやすいと思うな。私、岩が深いね。深いよ。うわって言ってる。うわって言ってる。言ってるよね。もう、行き渡らせてるもんね。こう、表情も全部言ってるんです。行き渡らせてる。そうだね。いや、聞きたいでしょ、ほら。間違いない。どの、もうどこの。一番聞きたいあだよ。あ、そうだよ。一番聞きたい。この日の一番の、世界の一番のアですから。それを浴びせるように。マイクなしでね。マイクなし。そう、マイクなし。この時さ、うん、まあ、イヤモンにしてるわけよ。はいはいはい。だから、あの、前、コロナ前はさ、その、マイクを取ってやってたから、めっちゃ聞こえたから、なるほどね。なんか普通に歌ってんだと思ってたの。はいはい、はい。あと映像で見たら、普通にマイクなくて、はいはい、えって思って。すげえな。そう。普通に聞こえてんだから、こっちには。すごい。そもそも、この時はもうだからパワーがさ、パワーが、すごすぎる。よりすごいんですよ。やばいよね。やばいよ。全然マイクで歌ってる時とあんま変わんない感じで聞こえてきたから。いや、うん、そうだね。本当にそうだね。何が起きてんのかな。本当だね。あ、こうも来たね。来た。あ、なんかちょっとここアレンジ入ってるね。原曲違うよね。違う。好き。今まで、てーだもんね。てーだったね。そこやばいね。これやばいね、これ。ライブでしか聞けないやつだ。間違いない。ね。生ものです、これ。あ、もうやばいね。ちょっとがなったね。ちょっとがなったね。ちょっとがなった。わかりやすいな、ここ。ここ最高だ。最高だな、これ。ここだけで動画作れるぞ。これに関しては。マジで。これ、いつもの、そのさ、ぽくなさというか、なんか、こう、まあ、そういう激しい曲だと出るけど、そんな。ここであえて、喝采でいい。今の入ってくんの、来る、来る。来るね。来る。あの、伝わるよね。そう、気持ちの。気持ちの様子がね。いや、そうね。入ってこれよ。うわやばいな。やばい、やばい。これ、これいいな。やりてえ。やろうぜ。ここで。やろうぜ。あえて。交代制、交代制です。そうそうそう。日替わりで。今日は誰が。シフトじゃねえんだよ。誰がやるか。ファミマじゃねえんだよ。めちゃめちゃやりたいよ、これ。いいね、それ。たまに交代してほしい。絶対気持ちいいでしょ、これ。そのコーナー作ってくれ。バースデーライブとかさ。そうそうそう、それいいね。それいいじゃん。それめちゃめちゃいいじゃん。絶対笑いが起きて終わんだよ。確かに。しかも、ちょっと長いよ、ね。そう、ちょっと長い。その、ネタでやるにしては長い。曲だったらめちゃめちゃいいんですけど。一瞬だったらさ、そう一瞬のコーナスが、今日はこの人だな、いいね。いいね、ここちょっと長すぎ長いね。その最初のフレーズが終わった段階からずっと滑り続けないそう。そうちょっときついね。いや、でもこれ、ここでやったら気持ちいいでしょ。気持ちいいだろうね。これ、いいなこれ最高ですよ。羨ましい。確かに。そういう気持ちなんだ。そういう気持ちだ、響きも。そう、後ろに聞いてるけど。そうだよな。やりてえな、これ。そうだよな。来た。柔らかさがよくわかるね。わかる。すげえ。ちょっと覚えない。顎の曲、ちょっと使ってね。あーてーね。はい。水増して。音が綺麗。柔らかい。よくこんなに伸ばせるな。伸ばせるし、ビブラートの安定性。確かに。しかもこの緊張感でこれをやるっていう。確かにな、それは
あるな。そもそもやりたいっつったけど普通に歌詞出てこないとか。もうやばい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 っつって一人だぞ。待ってたぞ。あけ今の今の教育したかったすごいよ。いやいいっすね。フィナーレですね。ね、もうライブ終わりだよと。いやそうだよ、終わってる感やばい。確かに1曲目ですよ ねいやこれ感動だな。ここ原曲いないから。そっか、うん、あいいね、このセッション感というか。確かに軽く、いやもうそんな軽くすごいことしないでくださいすごいですよ。いや素晴らしい。いやあめちゃめちゃいいな。いや素晴らしい。ってことで今日はね。